また20秒遅れとる。そうだ、執事は昨日でやめてしまったんだったな。温度はよし、ミルクが少し足りない。着替えの時間だ。新しい執事は11時に来るはずだが。紹介しよう。ちょっと待て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 。サビルロー7番地。間違いないこのお屋敷だ。すごい立派なお屋敷だな。ここで働けるなんて、なんて幸せなんだろう。リゴ君、まだ雇ってもらえるって決まったわけじゃないんだよ。チコ、まだ出ちゃダメだってば。もう、執事になるのは君じゃなくて、ここの僕なんだからね。そうはいかないよ。紹介所の話だと、時間やしつけに厳しいご主人だって言ってたろ。さあ、もう一度挨拶の練習をしておくんだよ。分かってるって。あと2分あるな。はじめまして、私が今日からリゴドンでご主人様の、うわー、違う、一体何とやったら上手にやれるんだよ。こうやるんだろ。はじめましてご主人様、今日からお屋敷で執事を務めさせていただきます、リゴドンと申す者でございます。分かってるってば。本当？今はね、心臓がドキドキしててうまく言えないだけだよ。リゴドン、しっかり就職してくれないと困るんだよ。サーカス時代から相棒の僕は、君が仕事にあぶれてからろくなもの食べていないんだから。分かってるよ、チコ。さあ、頼むから君の寝場所に入っててくれよ。やれやれ、うまく雇ってもらえるとチコも喜ぶんだけどな。ちょうど11時だ。来たか。4分遅れとる。はじめまして、ご主人様。私めが今日からお屋敷で執事を務めさせていただきます、リゴドンと申す者でございます。紹介状。これが紹介状でございます。入りたまえ。リゴドン、しっかり。君は前にサーカスにいたことがあるのかね。はい、ですから人一倍身ごなしの早いのが自慢でして、得意な芸は皿回しに宙返り、綱渡りにブランコ。何でしたらここでお目にかけまする。では早速に。はい、この通り。この通り。素晴らしい。だが執事にサーカスの芸はいらないよ。失礼いたしました。し
かしサーカスにいた君がなぜ執事になる気になったのだね。はい、旅から旅のサーカス暮らしがほどほど嫌になりまして、人並みに落ち着いた暮らしがしたくなったのでございます。はい、なるほど。それで先月サーカスを辞めまして、あるお屋敷に働かせていただくことになったのですが、そのご主人が旅行好きで、またまた旅から旅、おまけに時間もめちゃくちゃな方で、とうとうお暇をいただいたわけで。なるほど。ご主人様はご旅行の方は？私は生まれてから一度もロンドンを出たことはないよ。はあ、私はそういうお方にお仕えしたいと思ってましたので。母猫だよ。さて、今腹が何とかと聞こえたようだったの？いい、実は朝から食事を取り忘れまして、つい腹のやつが口を滑らしたんでございます。君はサーカスで腹話術もやっていたのかね？ああ、はい、もう腹話術ときましたら、私の得意中の得意でして。腹ペコ。よろしい、君を雇うことに決めよう。本当ですか？うわ、君は今から、つまり1872年10月2日水曜日午前11時29分から私の執事になったわけだ。はい、ありがとうございます。3階の君の部屋に1日の仕事の時間表がある。読んでおきたまえ。はい、かしこまりました。食事は台所で自由に作ると。さて、11時半、私はクラブに出かける時間だ。ご主人様、11時半にまだ4分ほど余裕がございますが。君の時計はイギリス製かね？いえ、フランス製の安物で。でもさっき時計屋の前で合わせてまいりましたので、おかげで時間通りお屋敷へ。君の時計は4分ほど遅れているよ。合わせるならビッグベンに合わせたまえ。はい、いってらっしゃいませ。ご主人に気づかれるところだったじゃないか。雇ってもらえたのは全く僕のおかげだぞ。ねえ、腹ペコだよ。台所どこだろう。待て言ったら、チコ、それよりね、仕事の準備をしなくちゃ。すごい、素晴らしい。よっと。ここが僕たちの部屋か。わあ、ビッグベンも見えるよ。ねえチコ、これでやっと落ち着いた暮らしができるぞ。時計を見せてください、私に見せてください。二人の針が合えば素敵な恋人、自分の命のリズムで時を刻むな。あれは？ん？仕事の時間表だよ。ご主人の起床8時、8時29分にひげ剃り用の30度のお湯を用意、9時37分にお茶とトーストをお届けして、10時57分にアイロンを効かしたシャツをお持ちすると。うわ、まるで時計みたいに時間通りに暮らしてるんだね。うん、そこがイギリス紳士中の紳士なんだよ。11時半にお屋敷を出てクラブに行かれると、こういう具合だね。
いやーフォーグ君。ギネス卿。相変わらず正確にご到着だな。いや、習慣にすぎません。ところで読んだかね、昨日イングランド銀行で5万5000ポンドの大金が奪われたって記事。はあ、そうらしいですな。イングランド銀行の頭取はサリバンじゃ、あのケチめ今頃青くなっとるじゃろ。お見事。ああ、また君に稼がれそうだな。やあサリバンさん、新聞で読みましたよ、あなたの銀行の大事件。我々も今その話で持ちきりだったんですよ。一体事件の真相はどうだったんです？全く信じられん話だよ。うちの銀行の窓口係がわずかな金の計算のために下を向いていたところ、いきなり何者かにステッキで頭を殴られてな。ステッキで正気を取り戻した時はそばに積んであった5万5000ポンドの金が消えていたん。なんでステッキ。諸君考えても見てくれ、我がイングランド銀行は世界でも一番安全だと信用されているのだ。そこでこんな大事件が起こるとは。まさに怪盗の仕業ですな。で、犯人の手がかりはつかめんのですか。先刻も警視総監のローアンを呼びつけて、犯人逮捕に全力を挙げるように厳しく言いつけてやったのだが。まあ、で、すると、窓口係の君が下を向いて何者かに。殴られる前です。分かっとるの。その窓口の近くに一人の紳士がうろついてたのを思い出したと言うんだろ。はい、その通りです。その時の状況がだんだん分かってきた。はい、何しろどこから見ても文句のつけようもない紳士でしたから、気を許しておりました。そいつだ。紳士を驚く、これは難しい事件になりそうだ。お願いです、警視総監閣下。もしあの大金が戻らないと、私はサリバン頭取にクビにされるかもしれないんです。いや、閣下の総監、怪しい紳士の似顔絵ができました。もうご苦労。その紳士はこんな男ですか。いえ、こんな痩せたのっぽでは。ではこんな男を。なんじゃこれは。うっかりいたずら書きを。バカもんが。なんだって。この男です。何あら、間違いありません、警視総監閣下。いいか、この事件は稀に見る大事件だ。失敗は許さん。一刻も早くこの怪しい紳士を突き止めるんじゃ。我々スコットランドヤードの名誉にかけましても必ず逮捕。あっしが。はいはい、いいよ。総監、ご期待ください。チェ、格好つけちゃってさ。あり、行くんだ。はい。あ、出動だ。あ、出てた。まったく、君の新聞にはデカデカと書かれるし、銀行の信用はガタ落ちになるし。ホグ君、昼間からこのクラブで暇を潰していられる身分が羨ましいよ。さて、ゲームに入れてもらうぞ。どうぞ。サリバンさんも大事件の後なのに。大物は余裕がありますな。さて、今度はどなたからでしたかな。サリバンさんからどうぞ。犯人め、一体ロンドンのどこに隠れ込んだかだ。ゲネス卿、何がおかしい。犯人のことじゃよ。隠れてなんぞおらん。人もこのロンドンにはおらんじゃろうよ。じゃあ犯人はどこにおると言うんですか。外国じゃよ。事件からもう丸一日経っとる。とうに高飛びしとるに決まっとるよ。
ありがとう、ホグ君。昔に比べると地球も狭くなった。わしがシベリアやアフリカを旅行した頃は何年もかかったが、今は汽車や蒸気船の時代じゃ。それだけ犯人の逃げ足も速くなったら。ちっ、また知ったかジジイの自慢話か。まったく文明は進歩したものじゃ。この地球を一回りするのだって、わしが若い頃に比べたらずっと早く回れることじゃろうな。おっしゃる通りですよ、ギネス卿。わしが君ぐらい若かったら、そう三月ほどで地球を一周してみせるんじゃが。ギネス卿、ほらもほどほどに願いたいですよ。三月で地球を回れるというなら、あんたに証明していただきたい。いや、そのわしが若ければの話じゃ。いや、ギネス卿の言われることはホラではありませんよ。なんだと？三月どころか、今なら80日もあれば世界を一周することができます。何？たった80日で世界一周ができるだと？その通りです。あなたの発行しているこのモーニングクロニクルにこういう記事が出ています。文明は地球を狭くした。書いたのはラルフ記者です。何？ラルフのやつ、こんな記事を。私も銀行事件に目を奪われて読み落としていたよ。そのラルフ記者の記事によればですな、このロンドンからフランスに渡り、アルプスを越えてイタリアを縦断し、地中海を渡ってこのスエズに着くまでが汽車と蒸気船で7日、スエズからインドのボンベイまで蒸気船を乗り継いで13日間、ボンベイからカルカッタまで汽車で3日、カルカッタから香港まで船で13日、さらに横浜まで6日、横浜からサンフランシスコまで22日、さらにニューヨークまで大陸横断鉄道で7日、そして大西洋を船で渡り、リバプール経由でロンドンまでが9日。すごいぞ諸君、ぴったり80日間じゃ。あった。どうぞ。つい興奮して。バカバカしいよホグ君。大方暇な記者が頭の中ででっち上げたんだろうよ。どこの誰にそんな離れ技ができるっていうんだ。ホグ君、このギネス卿にかに。わしはもう年じゃからして。では私がやってみましょう。80日間で世界一周を。何？君がだと？ホグ君。さよう、この私がです。ホグ君、冗談もいい加減にしたまえ。私は鉄道会社の社長だ。この記事がどんなデタラメか私には分かっとるんだ。そう、私も船会社のオーナーだから知っとるが、こんなバカな記事を信じるなんてどうかしとるぞ。ホゲ君、君はこのロンドンから一歩も出たことがないはずだ。80日間で世界一周してみせるだと？同じクラブの会員たる我々にそんな見えすいた見栄を張るとは紳士として許せんぞ。そうです。ホグ君、新聞記事はただの計算だよ。旅というものは思いもよらぬ出来事で予定を狂わされ、計算通りに行くものではない。そうだ、汽車ってやつはいつ事故を起こすかわからんしな。船だっていつ遭難するかわからんだろうが。なっ、あっけ。行く先々の国で騒動に巻き込まれたり、たちの悪い疫病に取りつかれたりするかもしれんのだからね。承知の上です。しかし私はどんな障害も乗り越えるつもりです。我々に挑戦する機会。よし、賭けよ。80日間で世界一周などできないという方に2000、いや5000ポンドだ。私も5000ポンド。私も同じ5000ポンド。私もその5000ポンド。合わせて2万ポンドだ。では私も賭けに応じなければなりませんな。2万ポンド賭けることにしましょう。
ね。これで賭けは成立したな。で、いつ出発する？今夜。今夜だと？ロンドンからドーバーに行く汽車が8時45分にチャリングクロス駅を出るはずです。それに乗ることにしましょう。今日が10月2日ですから、私が世界一周をしてこのクラブに戻ってくるのは80日後の12月21日土曜日の午後8時45分までということになりますな。よし、もしその時までに君がここに現れなかったら我々の勝ちだな。はい、私の財産の半分2万ポンドは皆さんのものです。さてと、出発までまだ時間がある。皆さんもう一度ゲームを続けましょうか。